はい、皆さん、こんにちは、えー。今回ね、皆さんに、えー、少しね、報告したいことがあって、動画を撮影してます。えー、まずね、二、えー、つ今回ね、お話ししたいテーマがあるんですけど、一つは、えー、日本のね、プロテインバー、奇跡を起こした、えー、日本のプロテインバー、そして兵士のね、命を助けてくれた、えー、日本のプロテインバーということで、あのー、皆様からね、えー、日本の 日本で製造されたプロテインバーというのが、まあ届いています。で、主にね。まあ、それは兵士の人たち向けに。 えー、栄養食品としてね、えー、届けさせていただいてるんですけども、えー、僕らがね支援してる部隊の中で、えーまあ、前線で戦っている部隊が非常に多いんですけども彼らっていうのは基地の方から離れて、まあ、前線のスポット大体23キロぐらい離れた場所に、まあ、歩いて、えー、必要な4日分であったりとか、えーまあ、大体ね3日4日が多いんですけど現実的にはそれが1週間とか10日になっちゃうケースがあるんですけど、まあ、そこっちの 方に出かけて戦ってでまた基地に戻って違う部隊がまた違うその3日4日間前線の方に行くっていうまあローテーション性で戦ってるんですけどまあその際に兵士たちは。 え必要なもの装備もそうだし、えー、例えば電源類モバイルバッテリーであったりとか医薬品であったりとかそういうものもまあ最小限持っていける荷物あの手荷物なんでねあの何かが運んでくれるわけじゃないのでそれを全部リュックとかに入れて持っていくんですけど、まあ、そこですごく重宝されるのが、えー、まあちっちゃくてそして栄養価が高くて、えー、料理加熱が必要のない食べ物っていうことで えーまあ、そのプロテインバーっていうのが非常に、まあ、すごく有効な、えー、食べ物になってます。で、まあ、余裕がある時はね、えー、前線の残豪なんかでも例えばお湯を温めてそれで、えー、ちょっとしたスープ、まあ、あのそこで作るっていうことはないみたいなんですけど例えば、えー、ちょっとしたカップラーメンのようなものをあのその温めたお湯で、えー、作って食べるっていうことができるらしいんですけど。 え少し前にですね、そのまあえー、支援している前線の兵士から、えー、もう本当に4日間、全く身動きが取れないほどの空爆を受けたと、でまあ、前線の部分なんで、砲弾がね、とにかく飛んでくるんですけど、普通はまあロシア側が砲弾を行う、そしてウクライナ側もそれで応戦するっていう、まあ、これの継続があるので、 ウクライナ軍側が砲弾してる間っていうのはまあもちろん緊張はあるんですけどただその間ロシア側はあまり砲弾が撃てないとただ今まあその弾薬っていうか全てのね えー、兵器不足っていうのが続いてて、まあ、ウクライナ軍砲弾が使えない状況で、えーまあ、ずっとそのロシアに押されてる状況が続いてるんですけども、まあ、そんな中で、えー、彼らがもう本当にあの身動きが取れないぐらい4日間砲弾が続いたとでトイレすら行けないぐらい砲弾が続いててもう本当にあの多分死ぬんだろうなっていうことをあのまあ その死ぬっていうことは彼らもすでに覚悟して何度も何度も経験してるんですけど今回のおやつは本当にやばかったみたいで,でそんな中であの緊張感がずっと続いてくるので頭の糖分っていうのがどん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 使用されていってしまって で最終的に、えー、もう頭が動かなくなっちゃうんですよね。で、その時に、あの、手元にある、例えばチョコレートであったりとか、えー、そういうものを食べるんですけど、あの、その際にですね、日本の、えー、日本から届いたプロテインバーを食べた時に、頭が動き続けたと。ただ、例えば現地で、 えー、買えるようなチョコレートを食べた時は頭が機能しなくなったともちろんその満腹感というかお腹自体は満たされるんだけど頭が機能しなくなるとだから判断が鈍るし、えー、もう全てがこうなんていうのかなあの意識が遠のくっていう状況が続くとあまりのその空腹状態がね続いて。 でそれでその、やっぱり日本のプロテインバーを食べた時に頭が機能し続けたけど、ウクライナのやつとか、えー、違うものを食べた時は、頭の意識っていうのがあの飛びかけたっていうことであの、日本のプロテインバーって本当にすごいんだなって、逆に何が中に入ってるの、どういう成分でできてるの、これ変えるとこないみたいなあの相談が事がありました。あのなので あの皆様がね、えー、お送りいただいてるその日本のプロテインバーっていうのはそれぐらいやっぱりす,すごい商品っていうかすごいものっていうことでねあのそれを皆様にお伝えしたいなということで今回ねあの動画を撮影させていただきましたでその弊社はね今回の砲弾であの手があのもうそのずっと砲弾の衝撃で手が揺れ揺れが止まらなくて。 えー、その前線からは離れたんですけど離れた後も、えー、2週間以上手の揺れがあの止まらなくてで自分の奥さんに対するあのメールメールいうかメッセージ、えー、の送信もできなかったっていうふうに言ってましたなのでそれぐらい本当にあのきついっていうかもう生死をさまようような状況の中で。 彼らがいた中で、まあ、彼らの命をあの判断とかしないといけないような状況で、まあ、日本から届いたそのプロテインバーっていうのが助けてくれたと、まあ、本来であればねあのどういう,うーメーカーのものかっていうのを公表したかったんですけどちょっとねあのまあ、そういうどの商品かっていうのは聞けるような精神状態でもなかったし彼らも えー、どういうパッケージのものかっていうのはあのそういうねあの状況にあったので覚えてないっていうふうにおっしゃってたんですけどやっぱりそれだけ日本の製品っていうのは全然違うっていうふうにおっしゃっててあの本当に皆様から届いたものが彼らの命をねこういう形で助けてくれたんだなっていうふうに あの思いましたなのでね、まあ、これが一つ僕からね皆様にお伝えしたかったっていうことと皆様からの,あのこういうねご支援があってこそ多くの兵士たちがねあの命を取り留めてるということを,を知っていただければなっていうふうに、えー、思ってます。でもう一つはね僕らがねあの、まあ、どこの方面かっていうのはちょっと言えないんですけども。 えー、各方面でいろんな部隊に対する支援をさせていただいてますでその中で一つの方面で二十部隊あるんですけども、えー、この 半年強ぐらいですね、7ヶ月、8ヶ月で、その20部隊の支援をしてたんですけど、えー、その20部隊からですね、現時点で前線で戦いを続けてる部隊の数っていうのが4部隊まで減ってしまいました。 でまあ、これにはね、あのー、大きく理由がいくつかあるんですけども命をなくしたあなくしてしまって消滅した部隊、えー、負傷者あが 出てしまって存続ができなくなった部隊そして治療に入った部隊ですよねあのそこから、えー、違う都市まあ、近くの都市でちゃんとした病院があるところに入院をして一時的に今、まあ、その舞台の存続っていうのができなくなってしまったということで、えー、ですので 20%しか7ヶ月で、えー、その方面では、えー、その舞台が残らなかったというあの辛い現実があります。なかなかあのニュースで見ててもですね、えー、そこら辺多分そこまで伝わらない,いやな,なんていうのかなその いろろんなところで戦いは起きてるしああだこうだっていうまあ論理があるんですけどまあもちろんね、えー、彼らが遠のいたあにはですね違う部隊がそこに入って、まあ、そこであの戦いを続けるということになってるので、まあ、そちらの部隊の方に支援というのはさせていただいてるんですけども本当に見事に残念な。 あの状況でですねあの僕らもそれをタイムリーにすぐ知るっていうわけではなくて連絡は取れなくなる、えー、そしてしばらく時間が経ってから違う部隊または軍の幹部の方から実はそういうことだったんだっていうことを知らされることが多くあります。えー、本当にあの残念なな状況なんでですけどももその中でも 僕らができることっていうのは、えー、限られてはいますけどもやったことであのさっきもお話ししましたけども砲弾を受けた部隊の人たちの頭が、えー、ちゃんと動き続けてですねその上で、まあ、命を守ることができたということで、まあ、非常にねあの嬉しい内容なのかなというふうに思います。あの不幸幸中中のののののいいっていうかねで、まあ、あのその舞台の写真はこの動画の中に入れて まあちょっとモザイクはさせていただいてるんですけどもあの本当に多くの感謝の声が届いているということとそれとともに。 えー、その裏ではですね生き残るのは本当にあの少ない数の兵士が現状でですね、えー、多くの兵士は、まあ、命を絶つまたは体が動かなくなってしまうまたは治療に入るまあそこからね復活してくる兵士ももちろんいるんですけどもまあそういう前線の今の状況が続いているというような内容になってますでまあ今更ねあの <laughs> どういうふうにその状況を変えていけばいいかっていうことを皆様にお伝えするのもまあまあ,あの変な話なんですけどもまあやっぱりあのそういう現場の状況を無視した上でのそれぞれの国の方針それぞれの考え方それぞれの利害そういうものがまあこういうね悲惨な状況を生み出しているのかなというふうに思ってます。えー、こういうい状況がね えー、ウクライナだけじゃなくて世界各地いろんなところで起きてると思うんですけどそれがまあいつか変わって、えー、そして、えー、いいこのポジティブなサークルっていうのができればいいなっていうふうに僕は感じてます。支援を通して僕最終的に一番感じたのはですね えー、もちろん今できることもあるただこれは応急処置であって、えー、基本的には人々の考え方を変えないといけないそしてその人々の考え方を変えるには新しい、えー、教育 をしててですね作ってそして新しい世代を育てていくそしてその新しい世代がですね、えー、今の世代が作った世界とは違う世界を作っていくというところに持ってこないと多分こういう問題っていうのは終わらないんだろうなっていうのを日に日に強く強くあの感じてます、えー、その中で、えー、皆様は、えー、今の この現実を作った人たちとは全く別の価値観考え方、えー、人間が持ってる最高の、えー、この何て言うのかな温かさ愛情、えー、そして心の裕福さ、えー、物質的な裕福さじゃなくて心の裕福さ、えー、そして共鳴共鳴あのお互いが同じ、ね、考え方で。 引き寄せ合われてそして、まあ、一つの、えー、目標に向かって進んでいくというような、あのー、ちっちゃいちっちゃい活動ですけど、えー、それがね、まあ、こうやって助,か助け入れることを生んでるのも現実だということをね、知ってほしくて、えー、今回ねこういう動画を撮影させていただきました。えー、本当にね、いつも、あのー ヘルプね、応援、そして支援、本当にありがとうございます。えー、ということで、今回は、まあ、嬉しいニュースと少し悲しいニュース、二つをね、皆様にご報告させていただきました。では、皆さん、今日もありがとうございました。